半世紀生きたもう働きたくないピロヤンです。おはようございます。10月29日の朝7時過ぎたとこですね。はい、朝寒くて気温9度でずっと眼鏡こもってます。それでは今日もよろしくお願いします。下回ってん。じゃあちょっと火起こしから。昨日の炭をここで火消し壺で使ってたんですけど、これを使って火起こししていきます。よいしょ。着火剤だわ。1時5分前ですね。ちょっと片付け始めてんですけど、片付けが一番だるいんですよね。一応ね、テントは、こうテントは一応片付けとるんで、あとはちょっと、まあ、このタープ周りですね、これを食器とかもあるので片付けします。昼過ぎにはここ出たいと思います。結構日差し強いでね、日向行くと暑いんですよね。今日はみんなしてる場合じゃない。片付けすごい大夏なってやん。動いたらねちょっと汗ばんでくるんですね。今ちょっとパーカーのようなんですけど、
ーべ、今11時40分どうしよう、どうしよう、いつでどんぐらいで、だよ1時半ぐらいに電車乗るようにいますかね。もうちょっとね、またこれタープとかも片付けなあかんね、うん、晩ご飯はコンビニ弁当のチキンカツ弁当です。いただきます。うそれではこれで動画終わります。やっぱ行きと帰りのね、あの荷物が重すぎる問題、ちょっと電車だんだんきつなってきたっちゅうか、もっと荷物減らしたいんですけどね、どこ減らしたらいいのか、
もうほぼほぼね、あれで最低限ぐらいになってるんですけどね。動画これで終わります。動画ご視聴いただきありがとうございます。ピルヤンでした。ヤマタ。